こんにちは、盆栽ノートです。先日、ジョクネを剪定した未生1年生のモミジが芽吹きました。とても可愛いです。葉は開いたばかりで、まだ柔らかいです。こちらも一緒に鉢上げした一つ。先端の芽が強く伸びています。すでに実節ほど出てきているので、間伸びする前に芽摘みしておきます。少し硬くなっているので、ハサミで切ります。こんな感じです。最後に、こちらの苗。まだ葉は小さいですが、節が伸びているので、二節目で芽摘みしようと思います。こちらの芽はまだ柔らかいので、ピンセットで詰めると思います。こんな感じです。以上、未生もみじの芽吹きでした。今年は芽摘みを繰り返して、枝を増やしていこうと思います。どこまで育つか楽しみです。また、まだ植え替えたばかりなので、針金掛けは年末まで、控えます。次回は、さらに成長した姿をお届けします。よろしければ、チャンネル登録をお願いします。ご清聴ありがとうございました。